昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。あ、ハゲさん、メガさん、ありがとう。こんばんは。5番の二度寝のタクペイです。発言していきますね。自分の考えを話します。結構もう自分は確率論で動くんだよね。で、ほぼ占いに狼が出ると思ってます。承認棋局のランダムしろ。占いに狼がほぼ出ると思ってて、一周目に出てくる霊能者は偽です。これはもうかなり生きれる。あと、役職内の透かした人、この辺も人外、高確率であります。あとね、ちょっとね、占い審議一人しか出てなくてもつけてほしいかな。死んで見てるか偽で見てるかっていう、結構それ発言残してほしい。それでかなり情報落ちるから、はい、お願いしますね。6番のプレイヤーが発言します。はい、どうも、6番たくまです。5番さん印象いいね。たくぺいさんは白かなって思いましたね。たくぺいさんは自分かなって思うぐらい進行論が近いですね。自分も一周目、一瞬目はね、霊能者を潜伏した方が強いと思って。霊能者は三種になるとかもあるからね。あと、占い師は辛労だと、狼が出ると思ってる。うん、これすごい、もう、タクペイさんこれもう村で決めよってもいいんじゃないかなっていうぐらい白いかな。だって、俺が言おうとしてた進行論と全く同じだからね。だから5番さんは、まあ一周目聞いた感じだと、まあ、一番白いです。フル便乗ですね。5番さんに同意しますね。7番さんももしかしたら同じ、7番のたくまさんも同じかもしれないですね。5番さん最初。7番のプレイヤーが発言します。はい、2人とも自分を研究してくれてありがとう。全く自分の考え通りの発言なんで、すごく白っぽく見えるんだけど、5番さんは2週目に出てくる偽占いのフラグをちょっと打ってるような感じに見えた。占い師1人しか出なくてもその人を精査してくれ。これ2週目に出てくる5番さん偽占い。これを見てます。で、6番さんが5番さんを白く見てるんで、5番さん人狼で6番さん人狼ないと思うんで、結構五人狼六は白いんじゃない？五六でそういうつなぎ方はしないと思うんで、五六はないと思う。五番三人狼の六番さんは白いかなと現状思ってるかな。自分も一周目に出てくるさ、霊能場にしてみます。これはもういつも通り。五番三人狼六白で見てます、現状。八番のプレイヤーが発言します。いや、ほんと、とりあえずもう寝坊してしまって申し訳なかった。もうそれだけは言いたい。ああ、ちょっとね、俺もちょっと7番の偽タクマがかなり白く見えてて、その理由って7番って、5番が偽占いのフラグを立ててしっかり言ってるんだよね。だから俺現状釣りたいのは6番さんから。6番さんってもう5番さんのフル便乗ってもう自分で言い切っちゃってるからね。だから便乗以上の狼あると思ってるから、俺6番さん釣りで現状いいかなって思ってる。で、ちょっと寝坊したも、お詫びと言っちゃうんだけど、ちょっとね、2週目にちょっと歌を歌おうかなって思ってるんだけどもうこれね、たくまちょっと凶悪とか言わないでね。もうこれ寝坊のお詫びで歌うつもりで歌うから、凶悪に見えるよ。ちょっと、なんて言ったらいいんだろう。もうそこら辺で精査入れないでね。あ、2週目、歌います。歌しようと思います。9番のプレイヤーが発言します。はい。8番さんが2週目歌うって言ってたけど、それちょっと YouTube の規約で大丈夫かな。まあ大丈夫だね。はい、めごさん、スパチャありがとう。俺の村マーク、ぜひ皆さん高評価の方よろしくお願いします。5番さんと6番さんがめちゃくちゃ白いと思いました。で、7番さんと8番が狼だと思ってます。5番さんに関しては俺の進行論とすごく一緒だったんだよね。で、6番さんって5番さん村置きしたのよ。6番さん狼だったら、あそこ5番さんって、初日白置きつけるときついよね。だから6番さんの狼ないと思った。だからそこの視点が違った7番さん、
あと8番さん、6番さん怪しんでるところが、もうかなり白いところ、怪しむところ。だから8番さんに関しては結構、興味もあるんじゃないかな。だから俺今日7番さんと8番さん、どっちかついたい。まあ、どっちかっていうと8番さんでもいいんじゃない？1番のプレイヤーが発言します。はい。たくまです。5から9のね、進行論はね、まあほとんど一緒なんだよね。ただね、7番さんの視点が良くて、結局5番人狼、6番白で追う目線っていうのはね、まあ進行論が同じなんだけど、やっぱ5番さんがトップバッターのね、位置で出てきてね、まあ、どうなんだろうな。占い狼出ると思うっていうのは、まあ、どうかな。まあ、次の盤面見えてる狼あるのかなと思ってるかな。そこ、6番さん、古便乗って言って、わざとやっぱ古便乗って言う必要もなかったのかなと思うから、6番さんはやっぱ白いかな。まあ、やっぱ7番さんと現状、まあ、目線が同じかなと思ってるかな。あとね、やっぱ8番さんが歌詞を入るってことでね、まあ、ガラスの少年は歌わないと思ってるかな。やっぱそう。ここがやっぱ一番大事かなと思ってる。あ、ぬこさん、スーパーカップありがとう。2番カップってのない。プレイヤーが発言します。はい、2番のたくまです。これ難しいね。現状白く思ってるのは7かな。なんで7を釣り押した9が印象悪いかなって思ってる。7って5番さんに対して、殴りは真っ当だと思った。ただ6と8が強靭目はあるんで、6の白気は分からなかったけど、1番さんに関しては何を言ってるんだか全然分からない。なんで自分は9番さんを釣りたいかな。7番さんの声の指摘って真っ当だなと思ったんで、そこを78オオカミで見てる9番さんの視点がわからないかなと思ったんで、9番さん現状釣りたいかなって思ってます。以上。3番のプレイヤーが発言します。配信。9時、いや、遅れちゃったわ。おかしいやろ。9時からか。いや、申し訳ない、本当に。今まで寝てましたんで、5番さんから2番さんまでほとんど話を聞いていませんでした。いや、そうだな。とりあえず、2番が1番が何言ってるかわかんないって言ってたから、1番から釣ろうかな。以上です。4番のプレイヤーが発言します。これ難しいな。俺5番さんもだと思うんだよね。その理由しっかり言うね。5番さん初めの位置ですごくリラックスしてた。あと進行論も全く一緒だったんだよね。だからそあ、こを夜怪し猫く見さん、スた7パーチ番ありさんががとう。怪しいと思う。1245だね、了あと解。1番さんって便乗しかしなかったんだよね。だから1番さんもすごく怪しい。やっぱね、みんなね、鶴一度の上げてってほしいよね。8番さんは割と村っぽく見えたかなって思ったかな。7番と1番が怪しい。9番さんが強靭かなって思ってます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。ちょっと4番さん。ちょっと4番さん、最後のだけちょっと。9番さん強靭目ないと思った。俺ね、現状ね、7番さんが1番白白です。いや、1番さん黒いと思ったんだけどね。まず7番さん占い師匠だからちょっともう話いいけど、強靭マークつけたのが8番さんと2番さん。占い師匠な い、白、こんにちは。9番さんめちゃくちゃ白いと思ったんだよね。2白か2番さんも強靭だと思ったんだよね。ちょっと待ってね。5白。ちょっとこう、ちょ、うーん、ここむずいここな。しろって。ちょっととりあえず、4番さんと7番さんと2番さん、好きな食べ物ちょっと教えてください。ちょっと俺と一緒のルマンドだったらちょっと釣りたくないから、ちょっと考えさせてもらいますね。現状ちょっと8番さんはマックス強打と置いてたから3しようだよね。だからちょっと4番さんの5白は5白持ってて白いっていうのはなんとなくわかるんだ。7番さんが
俺のことちょっと人狼で見たのめちゃくちゃ不当だと思ったよ。占い師匠の付箋の伏線なんか貼ってないか。だからちょっと7番さん2戦目に見えてるし、9番さんは初週の発言白かったよね。ここむずいな。ちょっと2週目聞いてどこか入れますね。現状ちょっと釣り位置上げられないの申し訳ない。6番のプレイヤーが発言します。ほれ、結構7番さん締めあると思うけどね。7番ちょっと追加さん、7番さんって5番さんに占い師のフラグなんか偽占い師かなみたいな発言を寄ってたけど、あの僕視点では全くそれは感じ取れなかったのね。でも7番さんがもし占い師じゃない場合っていうのは、5番さんが偽占いというか占い師っていう可能性も考えると思うから、7番さんって確実に占い師に出ようとしてた人物だと思うんだよね。だから7番さんって結構新名あるかなって。で8番さん、9番さんと4番さんどっちかが、7番さんが割と新名に見えてて、9番と4番がどっちかが狂人どっちかが人狼だと思ってて、ラスルイチそこそこ可愛いのが8番さんかなと思うんだよね。8番さんって6番が5番の便乗狼でちょっと黒いかなっていう発言を残してたけれど、7番さんに関してはめちゃくちゃ白いって発言を残してあるんだよね。でも7番さんって5、6印象かなりいい白い、特に6番さんが白い、じゃあ5番が黒くて6番さんが白いって発言を残してるから、そうなった時に7番さんがすごく白い意味が8番さんの分かんないんだよ。だから7番さんがその占い師仕様をしようとしていたその姿勢が心配。8番さんがグレーだと黒いですかね。今日は、ね、9か4から投票が。7番のプレイヤーが発言します。はい、占い師で序盤の3番目の位置なんで潜伏してました。で5番さんが対抗に出るかなと思ったんだけど出てこなかったね。じゃあ9番さんと4番さんの偽要素をしっかり言います。まあ潜伏した理由なんだけど3仕様を狙ってました。あと自分に白を打つ可能性も十分あったんで、そうなるとめちゃくちゃ強いんで潜伏してました。まず9番さんの偽要素の理由、その位置で、9番さんって2白だよね。そのもう1周目の位置で9番さんが占い師自称するのであれば、2番さんに白ってめちゃくちゃ盤面強い位置なんだよね。それなのに出ない理由がない、2周目に出る理由がないです。9番さん、4番さんの偽要素って4番さんって1周目の最終発言位置だから別に潜伏する意味はないよね。それって新占い師に白が刺さる可能性があったから待って出てると俺は思ってる。それが4番さんと9番さんの偽要素。今日は自分初日から釣られるわけにはいかないんで投票集まりそうなところに入れようかなと思ってる。4と9の内訳については正直分かってない。2番さんが俺結構一番白かったから自分を白く思ってくれたん で2番さん確か9叩いてなかったかな。だから2をかませるために2白打った9狼って線も十分あるかなとは思うけど、投票集まりそうな方に俺は入れる。グレーに関しては3番さんがちょっと考察伸びてなかったかなって思ってるから3番さん怪しんでるかな。8番のプレイヤーが発言します。いやこれもうほぼ簡単だね。これ7進決めると7進でいいと思ってる。その理由ってね、ちょっと6番さんに言っておきたいんだけど、俺が7番を白置きした理由って7番が5番に対しての精査の中であいいなって思って汲み取った部分があったから7を白置きした。で6番は単体で5の便乗位置だと思って狼マークをとりあえずつけたって感じか。ただこれ3進になってきたらちょっと変わるな。いや俺現状9狼4強で見てるんだけどな。多分9番が狂人だった場合って7のご主人の可能性もあるから先に使用できないと思ってるから、ああどうなんやろ。で4番が急進で見て7を助けに来た、だから急進で見て4が7を助けに来た狂人で現状は見てるか。
グレーだとちょっと3番が何言ってんのって思ったけど、俺もちょっと歌わなきゃいけないからどうすっかな。いやもうちょっと、じゃあもうとりあえず歌うか。あのね、これね、たくまが以前あのドラッグストアコスモスの話をしてた時に、あのドラッグストア森っていうのも大分県に19店舗あるんだよね。そのオープニングちょっと歌おうかな。アップルスマイル、アップルスマイル、アップルスマイル、両手広げて夢を抱きしめて。アスパちゃん、ありがとう。9番のプレイヤーが発言します。はい、これ8番さん強人かな、歌ってるからね。そうなると4番と7番のロールをね、まず潜伏されるしっかり言いますね。三振を狙っていました。で、対抗の7番の伊勢拓磨さんが言っていたけど、ここあのそここの位置で裏返しをするよりも後半の陣外さんが俺に汁打った方が強いよね。だからそれも狙いました。で、現に4と7が出てきたね。内訳に関しては多分7番さん強人、4番さん狼だと思ってる。4番さんが強人であれば、あそこ多分三振用で出ないんじゃないかな。だから4番さん狼なんじゃない。で、1番のさてさてぞうさんがちょっと初週ふわふわしてたよ。だから7番さんが強人で1番さんが釣られるとやばいと思って1番さんに白打った可能性もあるから、7番さん強人だと思ってる。8番さんと6番さんが信用消しちゃうのがちょっとわからないんだよね。嬉しいんだからね。3番さんもちょっと初週寝てたんだよね。だけど、オオカミだったらちょっとあんま寝ないんじゃないかな。ちょっと2戦目の話聞かないとわからないね。とりあえず、カリウドさん俺ぐらい頼みますね。コイン追加もしたし、俺死んだからね。しっかりコイン精査を追ってください。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい。やっぱ8番さんの結構ガチ歌だったんでね、結構ね、びっくりしてる。最後投票あるんで、ぜひ皆さん、私の気になる位置っていうのはね、やっぱ5番さんなんだけど、結構5番さんって釣り位置いってないんだよね。結構4番さんが白出してるから、でもね、村目線で言うと、私もやっぱちょっとね、やっぱ釣られ位置にはなったから、やっぱり7番さんが強靭で、私がローで囲いに来た目線っていうのも多いんじゃないかなと思ってるけど、まあ現状4釣りたいかなと思ってるから。理由はやっぱ5番さんがやっぱ釣り位置言わなかった。やっぱ釣り位置言わないっていうのはやっぱそれヘイト買いたくない狼あると思ってるかな。さ、現状、4釣りでいいと思うけど、まあ7、9のどちらかに支援がいると思ってるんだけど、どうかな。まあグレー位置でやっぱ印象悪いのはやっぱ3番さんになっちゃうんだ。もう結局1釣りっていうことで最後に上げていたんだけど、結局やっぱ発言短いところからね、やっぱ話聞いてないっていうのはやっぱ村でもあるんだろうけど、やっぱそこはやっぱ3番さんはやっぱ2周目ね、しっかり発言してほしいと思うかな。そうだな。私もね、歌歌っていこうと思う。まあ2回目で、まあ3、明日ね、歌歌おうと思う。現状、まあ、占いで釣りたいのは4番、グレーで気になるのは3番っていうのが私の、思考となります。はい。あ、沢田健さん、ステッカーありがとう。2番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。9番さんから白もらってるんだけど、7が自分を狼で見ないと言ってるので、で、やっぱ9番さんかな、今日は。9番さん一応怪しんでたけど、だったら4番さん狼で三振用にするメリットって全くないんで、その考察がやっぱ9番さん占い占めないかなって思ってます。4番さんに関してはちょっとわからない、グレー精査が合わなかったんで、発言聞いて審議を深めたいかなと思ってる。やっぱ9番さんが7強を置いて1を囲いに来て4番さん狼で出るメリットがないと思ったんで、その考察から9の新規進行でいいかなって思ってるかな。いや俺最白やろ、なんで自分声お願いしますね。はい、以上です。
3番のプレイヤーが発言します。また寝てた。なんか配信も開いちゃった。YouTube の配信開いちゃった。いろいろちょっとなんだっけこれ iPhone のレーダーって音出してたらいろいろ配信開いちゃいました。ごめんなさい、ゴースティングみたいに思っちゃったけどよくわかりません。いやーこれぶっちゃけもうこのネタ仕込むしかやってなかったから何も聞いてないんだよな。とりあえず一番を未だに釣りたい。ちょっと待って、占い師3人出てるのこれ全然わかんねえや。ちょっと待って、どうしよっかなこれ。ちょっとどうしよっかな。そうだな、わかんないけど、ちなみにちょっと謝罪しておきますね。本当に履歴さらしてもいいけど、iPhone のなんだっけ、音出した後にやっちゃったんで、プテさんの配信見てないんで大丈夫ですけど、ごめんなさい。なんかそれっぽく疑われたら申し訳ない。本当に申し訳ない。いやー、これどうしようかな。まあ、4が5にしろ、9が2にしろ、7が1にしろ。ちょっとわかんないからもう、4番さんついた人多いから4番さん行きますわ。お疲れ様でした。いや、そうですよ。一回やり直してください、これ。4番のプレイヤーが発言します。現状、7位超神9等で見てます。その理由しっかりよね。7番さんって、1番さん怪しかったからカバーに来たと思ってて、ああいう方だから占い師に白打つ、デメリットをなく打ってたと思うんだよね。やっぱ9、やっぱ俺初週から合ってたね、7番狼9狂人って。3番さん頼むよ、1番さん怪しいと思うなら、7番さん1に白打ってるから、7番さん釣ってほしいんだよね。やっぱ狼初日釣りたいと思ってるから。で、僕らが潜伏した理由言うんだけど、3周目狙ってました。まあ1周目に出てもよかったんだけど、やっぱ3人目に出て信用取りたいしね。まあ、ジンがこうやって炙り出てきてくれたから、俺、うまくやったと思うんだけどなぁ。7一狼で間違いないと思うんだよね。7番さんに。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。どっち釣られるんだ。されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。いや、ちょっとないよ、みんな。サンバさん、頼むよ。俺、死んだよ。なんで俺釣るのかな。いや、七狼九等人合ってたんだけどね。これ、本当に論判にさろうと思ってるの。まず、俺が人外で3人目に出るメリットないよね。まあ、そのうちに4番にせって言ったけど、本気で思ってるのかな。もう頼むよ、本当にみんな。もう7番狼9狂人どれだってると思うから、もう絶対7番と9番の釣ってください。お願いしますね。いやー、これきついなぁ。コイン追加しなかったから4番にせとか言わないでね。ちょコイン追加できなかったんだよね。ちょっとされちゃった。ちょっと待って。これ他の人はできるの。ちょっとこれ予想してなかったよね。話のネタつきてこれでよしいい感じに終われると思ったらちょっと追加されたいよね。ちょ困るよね、こういうの。ちょっとね、これちょっと終わらせてほしいんだけど、やっぱね、一番その便乗してから来るだと思うんだけどね。あと、脚色潜伏してるから、これ多分7番さんも9番さんも黒打ちづらいと思うんだよね。だから、霊媒師と騎士はそのまま潜伏で俺いいと思う。
頼むよみんな。夜が更けました。人狼に気をつけて。占い師の方は若者よ、そう簡単に結論を。ちょっとね、5番さんが人狼だったら4か9どっちかに入れた方がいいんだよね。捨て票だから5の狼はないと思うんだね。占った対象は人狼ではありません。あ、白か、まさかねさん。夜が明けました。昨夜は一名の方が亡くなりました。マジか。3、5番のプレイヤーが発言します。おはようございます。はい、4番さん C、 いやちょっと4番さん新目だと思ったんだよね。ちょっとその理由しっかり言いますね。まず1日目に初週俺がね、7番さんが俺のこと狼って言って、占い潜伏ある狼って釣りをした。でそこ8番さん俺のこと白く見てくれたから印象良かった。若干強アピで歌う歌うって言ったからちょっと強字マークつけた。で9番さんは発言は白かったけど、2週目の考察聞いてあんまりなんか新目ないと思ったんだよね。で1番さんが7番さんに便乗して俺のこと猛烈に釣りをしたよね。だから7番さんと1番さん狼で俺の後ろ透けてて釣りをしたと思ったんだよ。何なんか、だからちょっとここむずいな。4番さん白だったら多分新占い師だと思うんだよね。だからちゃんと7番さんと9番さん釣り切ってちょっと精査していくしかない。で現状やっぱり黒いと思ってるの1番さん。昨日1番さん言ったのやっぱり5番が黒いって。でも最終提出グレーの3番しか上げてなかったとこも黒いし、俺ここの位置だからちょっと発言2周目聞かないと占い師みんなの占い師目線の話聞いてないんだよね。なのに普通リーチ上げてないから俺が黒いって、それちょっとむちゃくちゃだと思った。だから現状7番1番狼9番狂人で追ってるよ。ちょっとでも4番さんが死んだったらここ俺ずりないよって言ってほしかった。8番か。8番サスパチありがとう。6番のプレイヤーが発言します。こら難しいな。9番さんは8番さん黒で、昨日俺としては8番さん結構黒見てたんだよね。だから8番さんの黒っていうのはまああると思うんだけど、9視点というのは、いや、9視点というか2番さんが9番さんの新キリまで行ってるのがちょっとおかしい、違和感かなと思ったんだよね。正直俺は昨日4に入れたんだけど、ちょっと3番さんの発言ってちょっとテンパっちゃって、俺の声が入っちゃってたからちょっとテンパっちゃって、4番さんの発言っていうのは聞けてなかったんだよね。で9番さん、7番さんと9番さんの発言は聞けてって、4番さん聞けてないから、ちょっと4番さんはもう、これ、ちょっと無理かなと思って、ちょっと入れちゃったんだよね。だから、5番さんが4番さんを結構新目に見てるけども、わからないから、一旦ロラは完遂したと思ってる。本さん、ちょっと追加。本さんとしては、2番さんが9番さんの新規が早すぎると思ったから、2番さんと怪しいと思ってる。あと、8番さんは、7番さんを芯に置いていって、9番4番狼、9番4番どっちかに狼がいて、9番が8番さん黒と相方に黒出してると思わないから、9番が狼っていう2番さんが狼かなと思ってるかな。今日は9番さん霊の師匠、2番さん霊の師匠なら2番さんってこれ4番がで3番さんが霊のじゃなきゃ2番さん確定、ここで出ない人外だったら出ないよね。そうなってくると7番さんの偽も見なきゃいけないかな。9番さん新結構あるのかな。あ、ちょっと9番さん今日、ね、7番のプレイヤーが発言します。はい、3番さん占った理由はやっぱ一番考察が伸びてなかったんで、3番さん占って結果しろ、噛まれて申し訳ない。5番さん自分に入れてるから占いしようかなとは思ったんだけど、自分目線4か9に人狼がいるんよね。4か9に人狼がいるなら、5番さんが人狼であれば、仲間をかばうためにどっちかに投票するはずなんだよね。仲間が釣られないように。だから、その行動してないんで5番さんは弾いた。だから3占ったんだけど、で、8番さんは、もう9番さんは人狼確定です。もう2番さん死んで見ればね。
2番さんを死んでみるんであれば9が人狼なんで9番さんに入れてる8番さんは白だと思う。だから5番さん6番さんどっちかにいるんだと思うんだけど、うん、6番さんが4に入れてることから6、9かなとは思うかな。5番さんが人狼であれば4番さん狂人から囲ってるから俺をもう噛んでくる可能性高いと思ってんだよね。うん、現状6番さんかなって思ってます。まあ、護衛に関してはね、俺噛まれたら、結構、3番さんで1個ないからね、きついとは思うけど、そこはセンスに任せるよ。騎士のセンスに任せます。2か7護衛はそこは任せます。8番のプレイヤーが発言します。はい、2日目もう黒打たれて体もあそこもビンビンの増田です。あ、増田ですって言っちゃった。お願いしますね。もうこれ旧狼だね。やっぱ俺の考察当たってんや。旧狼4強7神、俺もう4番さんの神もないと思ってるよ。いや、じゃあ6、今日ちょっと気になったのが6番さんな、昨日の発言段階で7神鬼滅っていう発言残してたり、なんで今日になってブレてんの？もし7神だった場合って9黒になるから、だから8、89ローローの黒囲いとか言わないと俺の黒ってなくない？で、2が霊能、あ、まあ神の霊能だった場合噛まれない、あ、噛まれるか。グレーだと俺やっぱ 5より6だと思うけど、俺もう7神を消してるから俺78ラインバリバリ繋いでいいレベルだと思ってる。もう7、もう初日7神しかないろって思ったけど、じゃあ王冠に釣りたかったら9等だと思ったけど、ね、いやちょっと昨日の歌が悪かったんかな。やっぱ9番ってね、あの歌歌ったとこに黒打ってる時点でもう偽だからね。やっぱ黒打ち合わせるとこにしっかり黒打ってきてるから、うん、現状グレーだと6番だと思うけどな。だから俺今日ちょっと、まあ、今日急釣りになると思うけどね。はーい。9番のプレイヤーが発言します。はい、もう全人外分かりました。4番さん強人78人道です。で、まず8番さん占いというしっかり言いますね。8番さんって2周目も7番さんのシーンしか猛烈に追ってなかったよね。で、8番さんの今の考察でも4番さんが強人、俺も4番さん正直狼だと思ったんだよ。普通4番さんって3神読み強人だと出ないのよ。でも8番さんってひたすら俺の狼しか追わなかったとこ。8視点だったら4の狼も追ってもいいのに、俺の狼しか追わなかったところがもう8番さんかなり黒いと思ったんだ。あと俺の新要素って2役が潜伏してる状況から黒がしっかり見つけられてるとこ。普通ここ霊能と狩りが潜伏してる時に俺が人外だったら8番さんに黒ってめちゃくちゃリスキーだよ。だからその時点で俺の芯をしっかり追ってください。78狼です。で、7番さんの偽要素、7番さんって神先占いなのよ。3番さんは死んでる状況か3に白をかぶせてグレーを広く取りに来てるんだよね。で、4番さんの偽要素、4番さんって昨日遺言でコイン追加嫌がってたよね。コイン追加誰かからされて4番さんってちょっと慌ててたよね。4番さんが死んだったらコイン追加ってめちゃくちゃ嬉しいはずなのよ。それ嫌がったところが4番さんの偽要素。今日俺の心理決めてくださいね。以上です。1番のプレイヤーが発言します。黒過去あるかな。はい、9番さんね、もう非常にね発言がね新っぽく見えてるんだよね。あれだけね、自信持った発言でできるのかなと思ってるかな。でも7番さんもね、やっぱ初週のね、やっぱその5番さんに対して、まあ、偽占いで出るかなっていう目線っていうのを持っていて、フラグが見えたって言ったんだよね。まあ、そこで7番さん出てることから、やっぱ7番さんの新名もずっと追っていたんだけども、やっぱ9番さんね、やっぱ今の発言ですごい新っぽいなと思ってる。今日は8、9のランでいいんじゃないかなと思ってる。
9、ローだった場合っていうのは相方は私5か6、まあ5か6しかないんだな、私ね。6番さんがね、まあ、やっぱ把握漏れしてたんだけど、まあ怪しく見えるんだけども、やっぱその、まあそのチャット漏れでそこまで黒塗りして、あって言った感じはやっぱ村っぽいのかなと思ってるかな。やっぱ5番さんがやっぱ終始、まあ好きな食べ物何とかやっぱちょっとぶらしてる感じがやっぱり、へえと向けたくない狼あると思うんだよな。ああ、歌う歌うって言ったんだよな。まあ私はね、まあ9番いきます。9番。申し訳ないけど9番いきます。悩んでますけどね。8、9のランだったらまあ9行くしかないよな。私はやっぱり素手で決め打ってるからね。まあ歌う歌うって言ったんだよな。申し訳ないね。じゃあ、明日歌います。ごめんなさい。あ、クリさん。あ、スニッカーズありがとう。2番のプレイヤーが発言します。はい、今日は急釣り行きましょうかね。その理由しっかり言いますね。まあ、9番さん目線、自分白なんで、自分強人はもうないんで、自分真確定してます。なんで自分5へ入れられたら、もう狼って結構きついよね。なんで今日は9番さん釣らしてもらいます。7、8狼に見えないことからも、9番さん狼なんじゃないかなと思ってる。あと4番さんの新切りでいいかな。4番さんが真の占い師であれば、やっぱり票が集まりそうなところに入れるべきだと思ってるから、4の7投票ってちょっと真は追えないかなと思ってる。真は絶対に釣られちゃいけないから、だから7の真が高くなるんだよね。だから5が4を盲信してるのがわからないかな。村目線、絶対に芯は釣られちゃいけないから、票の集まりそうなところに入れるべき。カリウド、いや、申し訳ない。自分超えできたらしてください。そしたらもう、7番さん釣って、9番さんの8クロを、どうだろうね。いや、5番さん、申し訳ない。今日は9釣ります。いや、2守りか、2守り。全プレイヤーの発言が終了しました。これ痛いね。その疑いにはどんな根拠があるのテラさん、人狼か。追放されるプレイヤーは9番の遺言を発表してください。ここ俺死んで決めてほしかったんだけどね。あと俺がまずね、ほんと200潜伏してる状況下で8クロしっかり見つけられてる俺、しっかり死んで追ってくださいね。明日、7、8と7釣れば絶対終わるから。間違いなく。まあ安定進行でしょうがないと思うけど、8番さんの狼しっかり追ってね。初週7番さんって5番さんに対して偽占いのフラグを作ってんじゃないかっていう発言があったよね。7番さんは本当に新占いなのであれば、そういう占い師っぽいフラグは作っちゃいけないのよ。そうしないと潜伏するメリットってないよね。もし、占い師っぽいのが透けると、人外の占い師ってそこに白打たなくなるから、7番さんは新占いの行動ではない。そこでわざとフラグを作って見せかけてるだけね。そこで8番さんが7番さんの芯しか猛烈に追わなかったとこ、そこしっかり追ってくださいね。ほら、もうコイン追加も俺3回目だよ。これ信用素見ない人おかしいと思う。ちょっと。明日絶対8番さんと7番さんしっかりしてくださいね。あ、誰かわからないけど、スパチャありがとう。あ、メンバーさんかありがとう。頑張りますね。ちょっと8番さん、7番さん、スパチャがめっちゃ来るな。8番さん、7番さんしっかりしてくださいね。夜が更けました。
人占い師の方は夜に、これ98黒カッコあるのかな。怒りますよ。また植林かな。これどうだろう。タクペイさん乗っ取りあるんかな。占った対象は人狼です。あー、人狼だ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、5番のプレイヤーが発言します。7番さん、6黒。いや、ちょっと6番さんの狼追ってない。その理由って、まず俺が進行論話したよね。6番さん、そこ俺いきなり白置きした。だからちょっと6番さん狼だったら首絞めてるんよね。だから現状6番さんの狼追ってない。多分1番さんか8番さん狼だと思ってる。多分9番さんが死んだったら8番さん黒。でも俺ちょっとね、やっぱ薬伏せの時に黒打ててるってすごい新芽高いと思ったんだよね。で、あそこ1番さんは黒かったけど、ずっと5番のこと猛烈に怪しんでたけどね。でもあそこで9番さんのシーン結構ような発言したんだよね。だからちょっと1番さんの方が村に見えてきてる。6番さん、現状6番さんの黒あんまり追ってないです。これむずいな。ちょっと潜ってニグッチョブ出したかったけど申し訳ない。今回ちょっと今日7番さん釣らせてもらうけど、多分ラストウルフ8番さんか1番さんだと思ってる。8番さんに関しては初日に、歌う歌うって若干の脅迫入れたよね。三四になったから、強靭ないから村かなと思ったけど、ちょっと怪しい投票が。9番さんがあと芯が高いことから薬伏せの時黒打ててるから、9番さんすごく芯に見えたんだよね。で、7番さん狼だったら初日囲いで破綻ない位置に白打ったってあると思ってる。1番さんもずっと黒かったし、やっぱ初日にね、俺のこと7番さんと一緒に猛烈に釣りをしたのが黒いんだ。だから8番さんか1番。6番のプレイヤーが発言します。これは間違えてたのか。9番さんが真、7番さんが狼、4番さん狂人。あ、7番さんはだ、9番さんの真要素を言いますね。9番さんって、まず、霊能者と騎士が潜伏している状況下で黒出ししてるんだよね。しかも9番さんっていうのは、5番さんは現状騎士だったんだけど、5番さんが相方でもない限り、これ9番さん黒打ちしたら9番さんって確実に死ぬんだよね。しかも、7番さんの真偽って分かってない状況下で、7番さんを残す進行って9番さん取ってるんだよね。9番さんが黒出ししちゃった場合って3死だから必ず9番さんが釣られるんだよね。そうなった時って、7番さんが強靭か真か分からない状態で7番さんの占い結果を3日目まで残す行動をとっている。プラス、騎士と霊能者に当たる可能性がある中で8番さん来るって、これ9番さんだいぶ締めあると思ってるんだよね。8番さんは7番さん、俺が7番さんに対して、真を決め打つみたいな発言をしていたんだからっていう話を残していたけども、2番さんが黒く見えたから9番さん結構新芽ないなっていう話発言をしてたけど、2番さんが霊能だったからそうなってきた場合って7番さんの偽も追わなきゃいけないのかなって発言してるからね。だからその8番さんの新作で黒の霊っていうのは不当かなと思ってるよ。今日は7番さん投票する。7番さん投票して9番さんを死んで8番さんを狼で見てます。アスパチャありがとうございます。あ、お前7番のプレイヤーが発言します。はい、もう5番さん俺に入れるだろうけど、さてさてゾウさんはもう今日6行こう。たくまけとうしさんは いけるよね。6番さんにたくまけとうしさんを入れる。さてさてゾウさんはもう今日行かないと黒塗りされちゃうよ。1番さんね、よく聞いてよ。もう多分5番さん残されて多分負ける未来しかちょっと見えないから、1番さんは今日6入れてね。頼むよ。6番さんの黒要素って初日2週目自分にすり寄ったとこね。すり寄って自分から占いされるのを避けたこと。で、5番さんね、自分疑ってるようだけど、自分5番さん疑ってないからね。5番さんの投票見て5番さん狼ないっていう推理をして、
ちゃんと3番さん占ってるからね。で、6番さん、9番さんに投票してないことから人狼、6級人狼っていうのがわかるよね。6番さん、9番さんに投票してないからね。その辺で6級人狼って、あとね、約潜伏してるのに黒が打てるっていうのは締め合うって言ってるけど、全然打てるから、対抗に出ればいいから。自分の仲間が。だからそれは成り立たないよ。まあちょっとさてさてぞうさんが6に入れてくれないとこれやばい。多分俺釣られちゃうと多分さてさてぞうさんとたくまけとうしさんが釣られる未来しか見えないから5番さんがちょっとミスリードしてる。今日6番さん言ってよさてさてぞうさん。8番のプレイヤーが発言します。はーい。ビンビンのたくまです。お願いします。いや、なんか今ちょっと、たくまの一枚の語りかけが、やっぱり俺、7シーンにしか見えないかな。7-1ロールでそこまで1番さんに語りかけるかなって思った。で、4番さんにせよって昨日2番も言ってたんだけど、やっぱ芯なら絶対あそこ9に入れるやろ。7に投与したところで7って釣れないからね。どうすっかな。いや、俺、決め打ちたいけどな。もう俺目線って9のロール分かってるから、まあ、17ロールだったら負けちゃうんだけど。あと、たくまが言ってた9番の偽要素の中で、役職が潜伏しているのにしっかり黒が打ててるところって、それは違うからって言ってるけど、たくま本人、配信で何回もそれ新要素って言ってるから、俺、ちょっと笑いそうになってた。はい、もうそこはちょっと笑ったね。いやー、どうすっかな。いや、俺6行くけどな。俺7-8ロロに見られてもいいから、俺6行くかな、ちょっと。俺4のシーンが追えない時点で、俺で見せんって7シーンだから1白なんだよ。俺6行くわ。さて、たくまはどうする？1番のプレイヤーが発言します。はい、たくまです。ここに来てね、7番さんの新要素がね、ちょっと下がったかなと思うんだよね。結局ね、やっぱ真の占い師ってね、やっぱりその役出てないとこに黒打てるって、やっぱ真の占い師だと思うんだよね。そこがね、やっぱりそこ逆説言ってるところもやっぱその7番さんが黒く見えるかなと思うんだよね。ただね、8番さんがね、初週の段階で7白く見てるってさ、安直なラインっていうのはつなぐかなっていうのを逆に思ってるかな。これむずいやろ、これ。ごめんなさい、ちょっと薬飲んできますね。ただいま、ちょっとね、ウォーキングも行ってきたんだけれども、もうちょっとね、6番さんの黒要素っていうのがね、分からなくて、やっぱ、もう、いつだな。これ、ちょっと、これ、むずいやろ。これ、ちょっと、申し訳ない。間違えたら、本当に申し訳ない。歌います。I love, I love, 無格好な、ビベ。歌ってる場合じゃねえよ、もう。何度も。ユンユンさん、捨ててこありがとう。全プレイヤーの発言が終了しました。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。いけたや。投票が終了しました。誰が入れた？追放されるプレイヤーは。ゲーム終了。え？村人陣営の勝利です。あら、誰が入れた6番さんに。え？どっちが入れたの？これ、あそこ俺釣りないよ。1番さん俺釣りないよ、あそこ。どっちが入れた？
いやー、申し訳ない。目覚ましの音、YouTube から拾ったとき、そっとしたプテさんの安心開いちゃって、役職見ちゃいました。ごめんなさい。感じてくれてありがとう。3番さん、噛むしかないよね。え、どっちが、1番さんと5番さん、どっちが入れたの？1番さんが入れたよね。あ、里井戸さんが入れた。はい。ああ。もう負けたかと思った。釣られる気してなかったから、ちょっと、びっくりしたね。6! ってなっちゃったね。あそこ、俺釣りないよ。いや、得点までもう7番さんだったんですけど、6に入れました。ごめんなさい。はい。新洞察のライブ配信、毎日やってます。チャンネル登録して、ぜひ生放送も見に来てくださいね。